はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日は PS5 の最新情報をお届けしようと思います。6月12日朝5時に配信されました PS5 の新作ゲームの発表ライブ配信だったんですけれども、はっきり言いますと、結構半分以上は別にやんなくていいかなっていう感想でした。コメント欄も結構辛辣なものが多くて、これってあれ PS4 じゃなくてよくねみたいな、ゲームキューブでもできるじゃんみたいな、グラフィックのソフトとかもいくつかあってですね、まあ、全体で言うと25作品発表されていたんですけれども、僕的に気になったのは、まあ、絞ったところ10作品だったので、今回のような動画を作っております。まあ、忙しい方でもパパッと見れるように、極力もう無駄な部分はカットさせていただいておりますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。まあ、今後もこういった最新情報であったりとか、耳寄り情報をですね、動画で配信していければと思っていますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、まずはじめにですね、 PS5 の本体情報からご説明したいと思います。これから映像が流れます。こちら超かっこいいなと思ったんですけれども、あの映像がね、まず本体のデザインについて、この曲に合わせてね、全貌があらわになるんですけども、私 A 型でございます。左右非対称は嫌いでございます。まあなんかちょっとセクシーなフォルムになっておりますね。 A 型はね、カクンカクンってしてた方がまだいいんですよ。で、まあ、こんな感じの白を基調としたデザインになっておりました。もともとコントローラーの情報は出ていたので、まあ、白ベースなのは分かっておりましたが、こんな形、まあ、本体の右側にディスク挿入の口がありますね。で、あとはまあこちらコメント欄とかも見ていたんですけれども、まあ、ほこりたまりそうだねとか、ほこりめっちゃたまるやんみたいなコメントは結構ありましたと。ただ僕は思うのは、まあ、PS4 を使っててもほこりの掃除なんてしないんで、あんまり気にしなくていいかなと思っております。で、まあ、こんなデザインかと思って見ておりました。ところがどっこいですよ、この後まだ続くんです、本体の紹介が。まあ、これ一回暗くなって終わりかなと思ったんですけれども、また流れ始めた。なになに、さっきよりアップじゃんと思ってこう見てるんですけれども、何か違うぞと、どこかが違うんじゃないかと見ていると、ドゥーン、左右対称、ほぼ左右対称の、デジタルエディションというものが出ました。右側にディスク挿入がいらないということで、左右対称の本体になっておりますので、僕はねデジタルエディションにしようと思います。基本ディスク買わないんでね。またコントローラーとかね、そのあたりの情報が出ております。ではもうここからね、ゲームのプロモーションビデオ、プロモーションムービーが流れますので、ここから僕黙りますんで、ぜひ楽しんでいってください。あ、まあこんな感じの商品がいっぱいあります。では始まりますよ、よーいスタート。Hero's just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right.
Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Okay, let's do this. The old ones perished 1,000 years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depth I won't explore. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. This planet seems somehow different.
as if changing. This world is becoming part of me, infecting my mind, my memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. My only choice is to keep fighting. To keep looking for answers. My only hope is to break the cycle. Before the cycle breaks me. It was always gonna end like this. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. Yourself alone. Only death awaits. You see things others can't. Hear threats others don't. Fight when others won't. It's up to you to save Tokyo. Thank you.
trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. I don't mean to sound when I stray. You better just run for your life. Run for your life. Run for your life. For your life. はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで10作品まとめさせていただきました。もしこの動画を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。